九州ダービーは、主に九州にホームタウンを置く、サッカークラブ同士の対決を指す。なお、J リーグ加盟クラブ間の対戦の相性として、バトルオブ、九州が2010年より設定されている。この校では、J1、J2、J3 の以上 J リーグ主催大会に、加え、JFL についても網羅する。FC 琉球は、沖縄県であるが、九州、沖縄広域県として扱うと含まれる。 2008年、当時、J2 に所属していたアビスパ福岡、サガントス、ロアスソクマモトの3クラブ共同で、九州ダービーキャンペーンがついサッカーは、九州から始まる。を展開した。2010年3月、愛称を、バトルオブ、九州とすることが発表された。同年4月、アビスパ福岡、ディラバンツ北九州、サガントス、ロアスソクマモト、 大分とリニータの5クラブの地元である自治体が九州 J リーグホームタウン連携会議を発足させ共同でスタンプラリーや特産品販売などのイベントを行うホームスタジアム編集2020年シーズンのホームスタジアム JFL では以下の各クラブによる対戦を指す1998年まではジャパンフットボールリーグ1999年以降は 日本フットボールリーグ、J リーグ、編集2018年12月2日現在の戦績、左端列のチームから見て、マサル・フン・ヒクフの数、福岡、トス、大分の3チームで争っていた時代は、大分が圧倒していて、2002年2006年の、福岡、1999年の2002年のトスとの、対戦はいずれも無敗であった。しかし年に、j に降格して、 以降は苦戦していて、2012年にアウェー北九州戦でバトルオブ九州初勝利を挙げるまでは3シーズンに、渡り16試合連続で勝ちなしであった。トスは2004年までの低迷期が影響して、福岡、大分との対戦成績が極端に悪くなっていたが、対戦機会の多かった福岡戦に関しては、ある程度改善している。大分との J1 での初対戦となった2013年には、 ナビスコカップでは、敗れたもののリーグ戦で連勝した。バトルオブ九州という名称を関してからは、2010年に5クラブで競った際は、同シーズン終了後 J1 に昇格した福岡が5勝1分2敗で、優勝20。2011年2012年と北九州が、連覇。2013年と福岡勢の優勝が続いていたが、2014年は、熊本が初優勝した。JFL。 編集2006年シーズン2007年シーズン2008年シーズン福岡 VS トス編集九州に本拠地を置く J リーグチームの中でも両チームは本拠地同士が 30km 程度しか離れておらずさらにはクラブ創設の経緯を含め過去に様々な朝からの因縁があることから注目度も高いクラブ誘致福岡市は1995年に 中央防犯サッカー部を、トス氏は1994年に PJM フューチャーズを、共に、静岡から誘致した経緯がある。九州への誘致に関しては、1991年に、佐賀県サッカー協会が乗り出すなど、トスフューチャーズが先んじていたが、福岡県サッカー協会も1993年に、クラブ誘致を表明すると、 トス会側が見込んでいたスポンサーの多くが、福岡ブルックスに流れるなど、トス F のクラブ運営に影を落とした。結果、トス F は1997年に経営難から、解散、受け皿としてサガントスが発足し、現在に至る。選手の引き抜き1995年、旧 JFL で、トス F と J 昇格を争うことになった、福岡 B は、トス F からウーゴマラドーナ、前田孝治。 中込正幸、美野口祐介の主力4選手と、選手兼任監督だったセルヒオバティスタをコーチとして引き抜き、遺コを残した。サポーターによるトラブル戦績、編集通算対戦成績戦績、編集、通算対戦成績,通算,戦成績通算対戦成績福岡、VS 北九州、編集詳細は、福岡ダービーを参照福岡 VSO いた、編集トス VSO いた、 編集トス氏と大分氏は、大分自動車道で結ばれているため、大分道、ダービーと呼ばれることがある。互いに、望みを立たれた経験から、ある主因年名たものがあるとされている。トスフューチャーズ VS ダイブ、トリニティ、編集サガントス VS 大分トリニータ、編集福岡 VS 熊本、編集北九州 VS トス、編集北九州 VS 熊本、編集トス VS 熊本、編集トス vs 熊本 編集大分 VS 熊本、編集福岡 VS 長崎、編集本項目で述べた以外のスポーツにおいても九州ダービーと称されるものがある以下は代表的なものを記述するありがとうございます。